VG エンジンは日産自動車がかつて製造していた V 型6気筒エンジンである。1983年登場。シリンダーバンクは60度、燃料供給装置は日産 ECCS 制御の電子制御式燃料噴射である。当初より3.0リットルの大排気量エンジンがラインナップされ、翌年に登場した直列6気筒の RB 型とともに旧式化した。 日産、L 型エンジンを段階的に置き換えていった。初搭載は Y30 型、セドリック・グロリアである。1991年には、マキシマ用に VG30 系の FF 専用後継として v e 3 0でが登場。1994年には後継の v 級エンジンが登場しており2002年に一旦製造中止になったが、2004年に、 LPG 専用の VG20P が登場して2007年7月まで製造されていた。VG とはベリーグッドの意味である。VG 型はそれまでのナップスでのハイガス対策技術も用いられていたエンジンであったが、登場当初より日産の新世代の高出力エンジンを意味するプラズマの相性も与えられ、トヨタのレイズシリーズに対抗することともなった。 1980年代後半には、米国のエンジンチューナーである、エレクトラモーティブとなるの手により、VG30K をベースに、独自のチューニングが行われたレース用エンジンが、登場した。これらは、マーチ 85G、日産からマーチ 88G、日産に至る、マシン群に搭載され、全日本スポーツプロトタイプカー、耐久選手権に参戦したほか、 米国のイムッサシリーズに参戦する日産、GTP、ZXT や日産、NPT-90 などにも搭載された。特に GTP、ZXT や NPT-90 は1988年から1991年に4年、連続でイムッサ GTP クラスのシリーズチャンピオンを獲得するなど、大きな活躍を見せている。また、 自動車以外では1990年にスケールドコンポジッツがディノエアレースアンリミテッドクラス用に製作したエアレース機モデル158ポンドレーサーに600割機にチューニングされた VG30 ターボエンジンが2機用いられていた VG20EVG20E 型ガソリンエンジン参考スペックと搭載車種 VG20E は JASO 格のエンジンオイル正常性試験の 試験エンジンとして採用されている。VG20ET 参考スペックと搭載車種 VG20Z 参考スペックと搭載車種 VG20P 参考スペックと搭載車種 VG30S 参考スペックと搭載車種 VG30I 参考スペックと搭載車種 VG30EVG30E 参考スペックと搭載車種 VG30ETVG30 ET 参考スペックと搭載車種 VG30、デ参考スペックと搭載車種 VG30、デッド参考スペックと搭載車種 VG30、デッド、VG30、デッド参考スペックと搭載車種 VG33、E 参考スペックと搭載車種 VG33、ER 参考スペックと搭載車種。ありがとうございます。